しっとりで学ぶくん、かたまなぶくん、おはようございます。おはようございます。学ぶちゃん、あの、寺田さんは、はい、動物は飼ったことありますか？ペット。今金魚飼ってます。この間カタランネで紹介した金魚もらって帰りました。金魚育てるの難しいけど、うん、大丈夫ですか？今のところ元気ですよ。本田さんは何かペット飼ったことありますか？私はね、猫を飼ったことがありますよ。にゃんころちゃん大好きなんだ。でも、うん、本田さん動物あんまり好きじゃないですよね。いやいや、にゃんころちゃん大好きですよ。何ですか？にゃんころちゃん。にゃんころちゃん、あら、なんちゅう言い方ですかね。かわいいですもん。なって今日は、はい、動物愛護習慣について調べてきました。にゃんころちゃん怒ってる怒ってる今日は今度の日曜日から始まる動物愛護習慣について調べなんてない。猫はかわいいにゃー。まなぶくんがやってきたのは東区にある熊本市動物愛護センター。案内をしてくれるのはお茶目なマスクで登場の永井さんです。動物愛護習慣って一体何ね。学ぶも学ぶ。動物の愛護及び管理に関する法律では、日本の皆さんに広く動物の愛護と適正な飼い方、育て方についての理解と関心を深めてもらうため、毎年9月20日から26日を動物愛護習慣と定めています。そんな法律があったね。で、ナンバスどう？例年動物愛護週間にはイベントをしていましたが、今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため中止としました。そこで今年は熊本市動物愛護ニャンペーン、ニャオーニャオーというテーマで、主に猫に関する啓発活動を行うことにしています。なんで猫がテーマと？これまでペットといえば犬でしたが、国内の飼育数は2017年からは猫が犬を上回っています。さらに国内で1年間に殺処分される数を比較すると、猫は犬よりおよそ4倍も多いという結果になります。そこで皆さんに猫の飼い方や猫との関わり方を知ってもらおうと思い、猫をテーマにしました。熊本市では猫の飼い主さんに3つの約束をお願いしています。1つ目は事故や病気の予防、近所でのトラブル防止のために家の中で飼育しましょう。猫は美味しいご飯、安心して眠れる場所、そして綺麗なトイレがあれば外に出なくても平気です。2つ目は飼いきれない数まで猫が増えないように不妊去勢手術をしましょう。3つ目は迷子になっても家に帰れるように飼い主の連絡先を書いた迷子札をつけましょう。家の庭で子猫を見つけたらどやんすというかと。まず可愛いからと触らないようにしてください。飼い主がいるかもしれませんし、近くに母猫がいるかもしれません。まずは1日か2日観察をしてください。飼い主も母猫も現れんかったらどやんすればよかと。置き手紙などがあり、明らかに捨て猫であることがわかる場合はまず警察に、弱って動けない場合は動物愛護センターに連絡してください。もし自分で飼う場合は責任を持って最後まで世話をしなければなりません。飼えない場合は猫の生きる力を信じて静かに見守るのも方法の一つです。収容された犬や猫の譲渡はどがんなっとっと？平日はいつでも譲渡を受けることができますし、休日は月に一度休日譲渡会を行っています。ただし現在は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため完全予約制としています。先着順となりますので早めのご連絡をお願いします。最後に、犬や猫などの動物を捨てるのは犯罪なので捨てたらダメですよ。はい、僕も大人の事情で見捨てられないよう頑張ります。やっぱりペットは家族ですから、そうですね、責任を持ってね、接してもらいたいですよね。一時の感情だけで可愛がってそう、ポイってのは絶対ダメですよね。猫は生後半年くらいで大人になって、1回に4匹から5匹、しかも1年に2、3回産むんですよ。このまま放っておくと1年後には20匹以上、2年後には80匹と増えるから大変なんですね。だから去勢手術もしっかり考えて、しっかり可愛がって、お家の家族の一員としてずっとずっとそばに置いて
買っていきたいですよね。はい、ということで動物愛護週間でした。ありがとうございました。